アレクサンドロフスキー宮殿。アレクサンドロフスキー宮殿は、ロシアの宮殿。サンクトペテルブルク近郊のツァールスコエセローにあり、帝政末期、皇帝ニコライ2世一家が皇宮として好んで、使用した。アレクサンドロフスキー宮殿は、ツァールスコエセローにおけるロマノフ家の西洋用の宮殿として建設された。宮殿を造営したのは、エカテリーナ2世で、 高村にあたるアレクサンドル一世とその皇妃、エリザベータ・アレクセイ・エブナの結婚に際し、建設を依頼した。その天下な新古典主義の殿堂は、ジャコモク・アレンギによって設計され、七百九十二年から七百九十六年まで、四年の歳月をかけて造営された。宮殿造営にあたっては、基礎工事の際に地下水脈にぶつかり、これを誓いに作った半円形ホールに、 地下河川として残した。アレクサンドル一世は、エカテリーナ二世、ついで、パーベル一世の治世中、夏の宮殿として使用したが、即位後は、エカテリーナ宮殿を使用した。アレクサンドロフスキー宮殿、ンクの間、アレクサンドル一世は、エカテリーナ宮殿に移った後、アレクサンドロフスキー宮殿を、弟のニコライ・パブロビチ大公一家に、夏の宮殿として歌しした。 ニコライ一世は即位後、1830年から1850年にかけて大規模な改修を行った。改修にあたっては、ディーゼルフォリー・リョ・エートーン・ D.F.E. モフ・アンドレー・シタケンシネーデルらの建築家が起用された。ニコライ一世の知性における公式及び資質の様子は、1840年から1860年代に、イーハウ・アイプレ・マッツィ。 アイ・ボリスキーの手になる水彩画の数々によって伺い知ることができる。この時期に造営された部屋の中で最も著名なものはニコライ一世の未婚なのために作られた山のホールである。ニコライ一世と家族は短い夏をこの宮殿で過ごした。1842年には皇帝夫妻は銀婚式を祝った。その一方で、 二年後の1844年には、ヘッセンカッセル法白紙、フリードリヒビルヘルムの日となったアレクサンドラ・ニコライエブナがこの宮殿で死去し、1860年10月19日、アレクサンドラ・フヨードロブナも宮殿で放御している。このほか、後の皇帝アレクサンドル三世は、宮殿右翼胸にアパルトマンを所有していた。ニコライ二世の執務室歴代皇帝が、 アレクサンドロフスキー宮殿を夏の離休として使用したが、その中でも最後の皇帝ニコライ2世と皇后アレクサンドラはとりわけチャールスコエセローとこの宮殿を愛した。皇帝夫妻にとっては、地の日曜日事件以後、頻発する首都の不愉快な相乗を避けるのに、アレクサンドロフスキー宮殿は静かで最適であった。皇帝一家はチャールスコエセローのこの宮殿に移り住み、 永住を希望した。皇帝一家の生活は田舎の寄進のそれであり、当時流行した有限都市ティールやアール・ヌーボーの様式が取り入れられた。ロシア革命が起こると、アレクサンドロフスキー宮殿は臨時政府に接収された。アレクサンドル・ケレンスキーによって、1917年8月1日、皇帝一家はシベリア鉄道によってトボリスクに移送され、 幾多の変遷を経て、ボリシェビキによってエカテリンブルクで殺害された。以後、宮殿はソビエト政権によって博物館となる。第二次世界大戦直前、最も貴重な家具、インテリア類は避難している。残りのコレクションの避難が終了しないうちに、独ソ戦が開始され、宮殿はナチスドイツの占領下に陥る。戦争中、 宮殿は新衛隊本部として使用されて、ドイツ軍の作戦式が発せられた。戦争によって、宮殿が誇る貴重なコレクションは、反開を余儀なくされた。レニングラード攻防戦後、宮殿はソ連軍に奪還された。宮殿は、博物館へ復元を目指したが、一時期、ソ連海軍の管轄下で、孤児院となり、ニコライ2世の未婚女の居室がそれに使用された。 ソ連崩壊後、エカテリーナ宮殿や同じく、サンクトペテルブルク郊外のガッチナやパブロフスクの宮殿と共に、博物館として整備されている。1997年には、宮殿左翼旨で常設展が開催されるようになった。現在では、ニコライ2世に関する、新しい研究やアレクサンドラ皇后のコーナーが、設置されている。ありがとうございます。